突然ですが、皆さん知ってるでしょうか？発売初期に1万円で購入した古参のパッドなら必ず知っているモードだ。昨今のフリープレイでたくさん人口が増えた今、マッチングするのか？その真偽を確かめるべく、私はハザードゾーンに向かうとしよう。発売当初、耳にした話では、あまりの人口の少なさに、みんなでやる時間を決めて、その時間に一斉にマッチングするというようなイベント方式をとっていたそうだが、今となってはフリープレイで人口が増えてるに違いない。ちなみに、今の時刻は23時。明日は春分の日であるため、皆、休みのはずだが、あまり直視したくはないが、もう少しで2分が経つ。発売当初は、私のこの、いるぞ！抜けたぞ。誰もいなくなった。どういうことだ？なんということでしょうか。始まりそうです。生きててよかった。ハザードゾーン。普通に始まりました。まあ、ちょっとね、人数いないかなと思った瞬間もありましたが、あ、普通にマッチングしたぞ。で、分隊のさ、この人ほら、ハザードゾーンの人やん。ハザードゾーンガチ勢かな、この人。うわぁ！超もうなんかね、新鮮すぎてわからん。あ、マケイはちょっといいかな。あ、ファルクにしようかな。あれ、マケイ俺脱出3ストリークだ。あ、これ伸ばそう。なんかね、脱出ストリーク5になるともらえる背景のプレイヤーカードがあるんだよね。どうしようかな。LCMG かな。お金はいっぱいあるから。LCMG にして、サブエポンは、そうだね、G57 でいいや。で、ガジェットどうしよっかな。うわ、エクスプローシブあるやん。これ、あ、高っ。180か。無反動砲。いや、うわー、どうしようかな、これ。めっちゃ迷うな。いや、エクスプローシブでしょ。で、まあ、蘇生のために使う、スモークにして、で、これなんだ？あ、キット弾薬、増加、高速回復。うわー、どうしようかな。これと、うわー、まあ、そんなもんでいいか。よし。オッケー。来た来た来た。うわ、なんかすげえさ。すげえなんかワクワクしてきた。おお。来たよ。うわ、ハザードゾーンや。えぐえ。共に行動し、データドライブを収集。そして脱出せよ。了解しました。脱出のチャンスは2回。エコー。その、エグジットの E。出てくるね。その、ポイントがあるんで。そのポイントに、帰るまでに。落ちてるね。データドライブ。あ、なんか UI 変わったな。こうデータドライブを集めて、ハインドにね、乗って脱出しようっていうのがルールなんですけども。あ、なんか、あれだね。データスキャンのスコープとか持ってなくてももう、見えるようになったのか。じゃあみんなで向こう行こうよ。で、プレイヤーと、あとね、AI もいます。で、なんかすごいみんな向こう行ってる。あ、分体採石アップリンク発見。あ、そういうことか。ごめん。ちょ、俺かなりヌーブだわ。落ちてるアイテムにね、車両要請したり、あとはね、分体復活の回数を増やしたりみたいな、そういうアイテムが落ちてるんだよな、確か。アップリンクってやつか。あ、軽装甲車両アップリンクを発見した、ほら。これで、軽装甲車両を呼べるようになったと。はいはいはい。いや、マジなんかみんな手慣れてる感じあるね。もしかしてハザードゾーンやっぱり、ずーっと遊んでる人、やっぱいんのかな、一定数。遊んでる人いたらね、コメント欄で、私ずっと言ってますよって。ちょっと教えてください。どれぐらいいるんだろうか。わあ、やってるね。オッケー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 。で、まあ、おそらく、最初のね、脱出フェーズは、人がいっぱい集まってくると思うんで、やってるやん！えぐっ！無反動砲でやってるんだが。お、3ダス飛び出した。えぐ、ちょっとこの分隊。多分めっちゃ強いぞ、これ。で、基本的に、なんだろう。あー、味方死んじゃったか。基本的に、ワンデスすると、おしまいなんだけど、さっき拾った分隊再生機のアップリンクだったりっていうのを使うと、生き返れるっていうような感じかな。お、そのパラシュートマークだ。これ多分ちょいちょい変わってるよね。すごいいい感じに進化してると思うよ。あ、これか。よしよしよし。分隊出撃準備完了。あ、これで来るんじゃない、ほら。あ、来た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 。お、いいね。あ、サンダースまたお前突っ込むんか。その再出撃の効果を使ってまた突入に行ってんじゃない、これ。あ、でこれがデータドライブが入ってた箱だから多分向こうの分隊が拾ってるんだろうな。おい、しんどれないかい。何しようねんお前。マジ何しようねん。あ、いるな。あ、上にもいるね。ソーリー。うん、そうやな。
それは総理やな。あ、敵もほら復活してるような感じあるよこれ。ただ撃たれてるね。あー、リスキルされてる、かわいそうに。あれ、データドライブが降ってきた。さあ分隊再生完了。あ、また来た。お、どうするんや、また行くか。おうおうおおお、また行ってない、なんか血の気どうなっとんねん。あ、オッケーオッケー、データドライブ。あ、待って、なんか上にいる。これは AI か。 AI もね、頭抜いてきたりするんで、撃ってこちゃんと。で、この弾は取り放題なんかな。あ、取り放題だ、いいね。よし、あれ拾いに行こうか。で、一人持てる数が多分限られてるんだよな。分隊の名前の下にアイコンのマークあるんだけど、その所持数だけ持てると。よし、俺ももらっとこう。ちょっと待って、これさ、エリア外やねんか。エリア外に落とすな。よし、OK、センキュー。で、俺2つ。で、このね、アイリッシュが1つと。で、限界まで集めることによって。OK、OK、やってか。そこにいるな。ナイス、格差数。OK、どんどん行こう、どんどん行こう。詰めよう、詰めよう。ナイス、いいね。そこいないか。格殺、 OK、 いいね。もらおうぜ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 。ええねえね。あ、無反動砲だ。無反動砲拾える、イエーイ。 AI も強いからな。あ、死んじゃった。何しとんねん、折れねえか。 OK、よいしょ。はい、 GG じゃないよあんた。まだ終わってないよ。このバトロワー独特のビーフでなかなか味わえないこの緊張感があるねこれはこれでマジで面白いな本当。まあ、分隊2人になっちゃったからレンジャー呼べるんか、いいね。まあ、うち人数少ないからありがたいかもしれん。お、ダーしてんねん。はい、おお、よいしょ。アイコンで見えない、アイコンで見えない。なーしとんねん。はい、はいよ。エアバースト、エアバースト、エアバーストエアバーストあんのやばすぎでしょ。あ、脱出ストリーク、え、4になった。え、なんで。さあ、というわけでこれはね、もう死んじゃったから失敗したんだけど、いやー、これ結構面白いな。まさかまさかの2回目もマッチングしたんですが、分隊員が1人いません。ちょ、もう一回ね、マーケイ使おうかな。なんか知んないけど、脱出ストリーク1つ増えました。で、LCMG にして、さ、回収後のオービットでございます。ハザードゾーン。一体どんな戦いになるのか。とりあえず、データ容量いっぱい僕ね、持てるようにしたんで、5つ。集めたいな。で、アップリンクがあれば拾っていって、復活の回数増やしたり、あとはビークルを呼んだりね、レンジャーを呼んだりしよう。いいね。やっぱり回収してもマップ広いんだな。アップリンクは見えないが、データドライブはあると。あれ？あ、取られてない？なんかもう。お、ないぞ。一個しかない。ゆるさん、強奪しよう。他の分隊から。謎に緊張感あるな。いや、これちょっと楽しいぞ。新鮮で。AI か。OK、気をつけて。AI もね、ほんと、決勝ワンパンしてくるから。よしよし。アプリかなしか。許せん。誰が持ってった。アプリかあるぞ。ナイス。あ、あるじゃん。イェーイ、もらったか。うぅ、イェーイ、もーらい。で、これでチームとしては、アップリンクじゃなくてデータバンク、データドライブか。データドライブは2つだね。で、僕はまだあと4つ持てるんで、全部ね、パンパンにして帰りたいんだが、まあ最初のフェーズでは帰らなくていいかなーってみんなでもそう思ってるんだよね、多分。了解。どうだ？戦車あるじゃん！えぐない？戦車あるぞ。あ、でも無反動砲怖いかな。あ、でもアイリッシュいたらシュートダウンで防げるか。
あ、これあれだね、スペシャリスト構成かなり大事そうだね。意外とそこおるぞ。任せろ。了解。よっから行こう俺は。よいしょ、流したんで。いないか。オッケー、アリシに任した。さあ上からなんか降ってるか。プレイヤーかな、プレイヤーだな。やれるか。合流してるようには見えないな。シュート。なんかいるな。レンジャーか。人がいんな。オッケー。ちゃあの人。ちょっとレンジャー痛い。やめろ。うわあ。無反動砲。ナイス。ありがとう。どこや。上からか。ナイスアイリッシュ。オッケー、いい蘇生だ。素晴らしい。確殺。頼んだ。いいね。上大丈夫か。グレープ持ってるな。こっちだ。残念だったな。確殺。さあ何が起こってんだそれ。一人はやったが、もういないかな。よしよし、みんなこっち来てるな。いいね、レンジャー2体持ち。いいね。ワンちゃん2匹は強いよ。ちょっとこの人蘇生を頼む。確殺。データバンカーなしか。ただ無反動砲持ってる。俺も4発はあるから。オッケー、一旦上取ったのでかいな。とりあえずね、てかあの戦車さ、あれ取りいかんか。あれ強いんじゃない。ちょっと行ってこよう。あ、オッケー、敵分隊が一部隊逃げたな。脱出成功してるっぽいんで、さあ次帰ろう。残りの分隊は集結してしまうが、まあ倒せばね大丈夫でしょう。戦車もあるし、多分これ戦車だよね多分。おっ、ナイス。そっちいたのか。あ、待って、めちゃくちゃあったんだねこの中に。あ、あれか、アップリンク。あ、違うね。え、これアイコンバグってるの。これ戦車だよな。まあほらいい。まあとりあえずもらったけど、これで全部か。戦車があるわけじゃないんだな。お、大丈夫か。なんてこと。よし、おふざけするわけにはいかない。一回死んだらおしまいです。さっきあのエアバーストにぶち抜かれたんでしっかりね。お、なんかいいぞ。 AI か。 AI 怖っ。よいしょよいしょ、 OK。 いいね、ジープでかいんじゃないこれ。いるいるいる。おい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 。 AI をね、こうジープでしっかり倒して騎士を防ぎながら。オッケー、あと 4000m。 普通にプレイヤーもいるかもしんないからな。おいや、あれも AI かな。ナイス。さあ残り3000か。お、 AI か。ナイスナイスナイス。こっちこっち。いや、これを狙ってくるぞ、もし他に分隊がいたら。最後のギリギリをなんかエアバーストとかで狙うんじゃないの怖すぎるな。よしよしよし、 OK。 さあ逃げよう。 OK。 どれみんな。あ、あと23秒あんのか。え、怖くないこん中エアバースト来たらやばいぞ。お、来たか。あ、なんかデータドライブ。待って、あと10秒、あと10秒。俺もう帰る、俺あ、シュートダウン大事すぎるこれ。お、おるぞおるぞ、プレイヤープレイヤープレイヤー、おるぞおるぞ。どっか行け。お、撃ってくんな撃ってくんな。うわー怖えやっぱおったかプレイヤー
怖すぎマジで。いやデータドライブもね、まあみんなあんまりゲットできなかったかもしんないけど、まあとりあえずね、僕はね、4つ、これほんと申し訳ない。まあでも脱出できたからね、みんなで。はい、来た。これね、来ました。5ストリーク。これで背景のプレイヤーカードがもらえるはず。ハザードゾーンの、あれ？あ、ですよね。